はい、今日もなだと百姓天国、本日5月の24ですね。はい、今もうね、夕方になってきてね、結構ね、日が高いですけど、今日はもうちょっとね、夕方ね、早めに終わろうかなっていう感じなんですけどもね。はい、今日はまだ穏やかな、いい天気でしたか。ちょっと風強かったですけどもね、全然梅雨に入る雰囲気がしないですよね。来週あたり結構雨降るんですかね。はあ、そんなことですね。これ明日植えようかと思ってるね、バナナピーマンですね。はい、ちょっと少なくなっちゃいましたけど、はいはい、明日は植える予定です。そしてこれはね、ポット取りした。今日なんかもう忙しくてね、バタバタしてたんで撮影しませんでしたけど、これがあのナスのね、庄屋オーナーがのポット取りしました。50株ぐらいですかね、ちょっとちっちゃかったんですけど、早くね、もうどんどん夏から解放されたいっていうことで、どんどん前倒してね、このまま朝まで水につけておいて、明日の朝ね、引き出せばしっかりね、湿りますので、はい、今日だからこんな感じでね、ポット取りをして、種まき、最後のね、雪化粧かぼちゃを300株ぐらいですか、先ほど巻きましてね。はあ、だいぶもう夏野菜もあともうちょっとで終わりな感じがしてきてますね。はい、6月最後ね、はい、ここにゾン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 って、これ全部雪化粧かぼちゃですね。ようやく後半戦の最後のあの白いかぼちゃね、来年のあの3月末までね、引っ張る、長期貯蔵保存用のかぼちゃ、ここにね300株ぐらい巻きました、ズドンとね。はい、よいしょ。結構ね、土を作らなきゃいけないんで大変なんですよね。よいしょと。そんなことでございますと。今日はちょっと日が高いですけど、ちょっと早く帰ってやらなきゃいけないことがありまして、こう形あるものは必ず壊れゆくわけですけども、今日ね、悲しいことに、帽子って分かりますよね、皆さんね。帽子ってすごく私にとっては大事なんですよ。なぜかっていうとね、私にとって帽子っていうのは、これ撮影道具なんです。撮影し、今アクションカメラでこうやってね、撮影してると思うんですけど、ここね、帽子をかぶってるものをこうやって頭の上でひっくり返してね、ここのこのところにアクションカメラを引っ掛けるんですよ、ね、で引っ掛けて、この下にね、輪ゴムを頭に装着してるんですけど、その輪ゴムとこのここのこの輪っかのこの部分と2つでね、アクションカメラを固定してる、そして撮影してるんですよ、ね、でもほら、帽子がね、このような状況になってしまったんですね。これは早く、もうすでに帽子ではないですよね。はい。いやいやいや、みたいな感じでね、とうとう帽子がですね、こんな感じで、たまにね、だからね、帽子、今日だから買いに行かないと、今日だからね、全然撮影できなかった原因はこれです。ね、この撮影機材。ね、これ帽子ではないんです。私にとっては撮影機材なんですけど、これがこのような状態になってしまいましてね。わかります、この状況ね。形ゆくものは壊れるんですけどね、私にとってはこれで撮影してますからね。これをかぶって私、普通にコンビニとかね、スーパーとか行ったり普通にしてたんですけど、この下にね、頭にバンダナ巻いてるんですけど、やっぱりこれを見た人は一体この人はどういうファッション感覚をしてるんだっていうふうにね、多分思われますかね。どうです、普通に昨日までこれかぶってたんですけどね、とうとうここはもうへさげがちぎれてね、もう帽子としての役割はもうなくなっているんだろうと思いつつね、普通な顔してね、私これでスーパーのレジとか並んでたんですけど、やっぱりもうちょっとね、さすがにこれは使えないかなということで、はい、だから私はもういぶかしげにもし見る人がいたらね、いや違うんですよと、これは帽子に見えてるかもしれない、あなたには、だけれども帽子じゃないんです、これ撮影機材なんですよって、撮影機材として利用してるもんなんで、なんでそんな帽子かぶってるんですか的な、そういう目で私を見てますけど、違いますよって、これは撮影機材なんですよということを一人一人に言っていきたいかなっていうふうに思ったんですけどもね、やめた方がいいですよね、そういうことはね。はい、失礼しました。ということでね、帽子買いに行かなきゃいけないんですよね。はい、ということで
以上でございます。何が以上なんだっていう話でね、はい、そういうことでございました。大変申し訳ございませんね。さあ今日はそんなことでね、ちょっと帽子を買いに行かなきゃいけないんで、ちょっとねどこに買いに行けばいいのかよくわからないんですけど、はい、これどこで買ったのかも覚えてないんですけど、こんな帽子ね、どっかその辺で買ったんだと思うんですけど、ファッションセンター島村に行けば売ってるね。どうですか、私にとっての昔ね、菊池武雄とか、私20代の頃よくブランド着てましたけど、菊池武雄、時を熊谷、高かったですけども、さすがにね、三重県にはそういったブランドショップみたいなのはないのでね、やっぱりファッションセンター島村ですかね。ユニクロすらちょっとどこにあるかわからないんですけど、この三重県やっぱり近くにファッションセンター島村があるのは分かってるんですよね。だからそこに行って帽子でも見つけてこようかなと思ってますけど、はい、我ながらね、今までこれを昨日までかぶってたと思ったらね、なかなかのもんだなと思いません？皆さんどうですか、さすが百姓農園と、ファッションセンスがちょっとやっぱ違うよねっていう風にね、ぜひね皆さんこれを持っていただきたいなと思ってね、やっぱちょっと百姓農園のファッションセンスはちょっとニューヨークスタイルじゃなくてロンドンスタイルの方に、あっちの方にパンク系に行っちゃってるなっていう雰囲気がこれ出てますよね。まあね、ジョン・ロットンのアナーキン・ザ・ユーケを今ここでシャウトしましょうかねえはい、ということで、今日もよく働きました。最後何もネタがなく、この帽子、この帽子をネタにしようと思って8分喋れるかなと思ったけど持たないですね。はい、ということで明日はね忙しいですね。明日ジャガイモ掘りますね。雨がね降るんじゃないかと思ってね、待ってるんですけどね、それを待ってこう、ジャガイモの掘り方調整したいなと思ってるんですけど、大丈夫そうなんで明日また頑張ってね、ジャガイモ掘って、はい、もう少しですね。明日ででもかなりね前半戦掘れるんじゃないか。明日はメイクイン、ね、メインのメイクイン掘ります。アンデスとね、男爵は終わり、大体終わりましたんで、次はメイクインですね。明日ねメイクインを3列ぐらいですね、はい、で明日研修、もちろん研修生に掘ってもらうんですけど、はい、ということで明日忙しいですね、で今週末行かなきゃいけないんでね、関東にまた行かなきゃいけないんで、なんとか明日までで仕事をちょっと勝たしておかないとですね、はい、ということで5月の終わりもね見えてきて、はい、夏野菜ね、はい、きゅうりもポツポツ取れてきて、ピーマンもポツポツったので、ね、少しずつ6月頭からねナスが取れてくると助かるんですけどね、はい、もう春の野菜が本当に動きが早くてね、茎ブロッコリー終わっちゃいましたし、だからブロッコリーの2番って今出してるんですけども、多分来週撤去は1週間、だから6月頭はもう、6月入ったらブロッコリーはもう出せないということでね、毎年6月ブロッコリー普通に出してると思うんですけど、ブロッコリーがなくなるのでね、はい、そんなことでございます。はい、動きが早いですね。ということで、欲しい人います？この帽子いくらですかね。付加価値、付加価値ね、25万円。さすがに、さすがにこれはダメだよね。これに付加価値という感性は何なんだっていうね、はい、今そこのあなた思ったでしょ。いやいや、それはそんな単なるゴミじゃねえか。いやいや違うんですよ、だから撮影機材だっつってんじゃないですかということで、今日はもうこのまんまどっかに捨てていきます、こんなものはね帽子がないとね、日差しがないとね、やっぱりねちょっと眩しいんでね、農作業には帽子は必ず必須でございますのでね。ということで、残念ながら帽子がこのような形になってしまったという動画でございました。それではまた、さようなら。